ローワンはアメリカ海軍の駆逐艦、サンプソン級駆逐艦の一隻。艦名はスティーブン・クレッグ・ローワン中将にちなむ。その名を持つ艦としては2隻目。ローワンは1915年5月10日にマサチューセッツ州クインシーのフォアリバーゾー戦所で寄港する。1916年3月23日にルイーズ・マクレアーズによって命名浸水し、 1916年8月22日にマサチューセッツ州ボストンで艦長ウィリアム・アル・パーネル大員の指揮下収益した。収益五郎湾はロードアイランド州ニューポートを拠点として1916年秋まで大西洋岸沿いで作戦活動に従事し、冬はカリブ海を及びメキシコ湾での冬季演習に参加した。 アメリカ合衆国が第一次世界大戦に参戦した時はバージニア州ノーフォークで活動中であり、ヨーク川川口部分の偵察を行っていた。その後ニューヨークで修理を受け、1917年5月7日にロストンを出港、アイルランドに向かう。5月27日に第7分艦隊と共にクイーンズタウンに到着した。その後は戦争の終わりまで対戦紹介を呼びイギリス。 フランスの港での戦団護衛任務に従事した。1918年5月28日にローワンは他の2隻の駆逐艦と共に U ボートを攻撃し、14発の爆雷を投下した。戦闘後、海面には大量の油膜が浮上した。ローワンは1918年12月26日にクイーンズタウンを出港し、1919年1月8日にニューヨークに到着した。 夏になると東海岸及びカリブ海での演習を行う。8月29日にローワンはフィラデルフィア海軍交渉に入居し予備役となる。翌年夏に DD-64 と看板号が指定されたローワンは1921年3月に大西洋艦隊との任務を再開、1922年3月まで任務を継続した。 その後フィラデルフィアに帰還し、同地で1922年6月19日に退役した。予備役状態でリーグ島で保管された後、1936年1月7日に除籍される。船体は1939年4月20日にスクラップとして売却された。ありがとうございます。